のお姉さん五十嵐美希です。そしてアナヒコです。お願いします。お願いします。先生、はい、今日は何をするのかな。今日はじゃーん、おー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 、こんなに大きな袋を膨らませる対決をしたいと思います。その袋を膨らませるの。そう、対決か。いいでしょ。ちょっとこれは想像つかないな。じゃあ対決ということで、はい、対戦相手をお呼びしました。誰、どうぞ。はい、風が俺を追いかけてくる。スッと入ってこいや。もうどっち、真ん中真ん中真ん中。アナジロです、よろしくお願いします。いや、どうしたのアナジロお兄ちゃん。なんかいつもと違う。何急に今日は対戦ってことだから。本気ってこと？真剣に行くからね、本気。いや、なんか怖い。ちょっとシャに構えてるな。ねえ、なんかどうしたんですか、これ。なんか真剣だからね。いや、チャンピオンベルトみたいになってるから。違う違う違う、真剣なんだ。真剣だから。それふざけてるだろ、その顔。え、なにお兄ちゃん、それなに、ちょっと切れてんの。切れてない。ふざけてるな、やっぱふざけてるな。まあでも対決ということで。そうだね、なんかちょっと今日いつもと違うから、私も勝てる気がしないかもしれない。いや、ほんと勝つよ今日。いや、先生そこはちゃんと応援してるんで頑張ってください。本当に応援してね、みんな。アナヒコ悪いけど勝っちゃうからね。いや、もうこの二人の対決をぜひ楽しみにしてます。よし、絶対負けない。勝つぞ。負けない。じゃあ早速やってみましょうか。はい、対決しましょう。はい、それではレッツサイエンス。なんかかっこいい。第1回袋膨らまし選手権。イエーイ。テン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 。長い長い。テンテン。長い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 。ということで、はい、ということで、先生、はい、軽くここルールの説明お願いします。はい、そうですね。ルールの説明をします。ふむふむ。まずこの大きな細長い袋、はい、これ何してもいいので、はい、一息でどれぐらい空気が入れられるか競います、はい、多く一息で空気が入った方が勝ちです。なるほど、わかりました。理解してない顔してますけど、アナジロ君わかりました。一息でここ肝心なところは一息ってところですか。一息ですね。一息で、はい、これをどれだけ膨らませられるかという。はいはいはい、はい、多く空気が入った方が勝ち。なるほど。だから謎があるってことですね。まああるかもしれませんね。何しても名探偵アマンが出ましたよ。初耳だわ。でまあせっかくねその体格なんだから、アマジロさん、はい、これ自信のほどは。いや 100% です。おっと 100% ある。あります。あ、まあそうですよね、はい、まあ下馬評は高いですから。いや悪いですけど、はい、先生ですよ。キャシャンだね。キャシャンですよ。キャシャンね。キャシャンは映画だから違うから。伊勢谷友介だからじゃなくて、はいはいはい、じゃあ先生意気込みは。いや、もうあります。いや、先生じゃないよ。ああ、あったじゃないよ。そう、先生、はい、先生はいや、もう流体といえば私です。お、流体。流体。あ、流体ね。あ、流体といえば私です。なるほど。流体といえば私なんで、もう絶対負けません。お、はい、はい、質問です。はい、どうぞ、はい、流体って何ですか。はい、お返しします。はい、自分で調べてください。流体っていうのは、はい、こういう空気とかの流れについて研究してる分野です。はー、要は乱気流みたいなもんですね。そうですね。まあ、はい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 、空気の流れ読めないね、天次郎さんはやめてくださいということ。誰がだよ。誰が空気読めないんだよ。まあそれも流体ということ。あー、うまい。うまい。さすがなきこくん。あ、ついどうしちゃった。どっかの学校から寄ってたの。いや、普通に中卒。中卒じゃねえわ。こんなのいいんだよ。いや、もうバカにしてんだろ。はい、じゃあもちなみになんですけど、はい、負けた方には罰ゲームをご用意しております。ということで、本当に、はい、熱々のおでんですか。もういや、そんなベタなのやります。やだよ、もっと安全な罰ゲーム。やだ。え、もっと安全な罰ゲームをやります。あ、本当ですか。安全だけ罰ゲームですね。多分毛抜きで。いやだ。どんどん。何ということで、じゃあ2人早速始めましょうか。はい、始めましょう。じゃあまずは、はい、アマジロー。先行アマジローから聞きましょうか。アマジローですね。はい、アナジローですよ。みんなアマジローになってますけど、なんか、まあ、変な汁みたいになってるからやめてください。どっちでもいいんだ。アナジローです、はい、じゃあ先行アナジロー君スタンバイお願いします。はい、はい、お願いします。じゃあこっち側に。はい、じゃあ先生ちょっと手伝っていただいて、端っこ持って、はい、でそっちからついてください。一息で。まあいいですね。はい、1回目お願いします。はい、せーの。はい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 
はい、ストップということで、先生全然入ってないですけど、大丈夫ですか？何、病気？いや病気じゃないよ、入れてるよ。全然入ってないけど。違う、この長さよ、見てよ、この長さでね。にしてもってとこあるよ。いや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 、3分の1も入ってない。いや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 、これ難しいんです。難しいんですか？大きいからすごい難しいです。これ先生がやったら全然入んないじゃない、もう。あ、どうだろう、入んないよね。いや先生、むしろ多分どんどん吸ってくるんですよ。先生が入っちゃうかもしれない、はい、その中で。じゃあ先生ですね、はい、はい、ちょっと先生準備の方お願いします。やだよ。先生掴んでください。やめろ、穴次郎。やめろ。ということで、はい、じゃあ攻守交代お願いします。はい、交代。次は先生が、はい、じゃあこっち側破って吹けばいいですか？そうじゃない、初耳だわ、そんなの。ということで、高校の先生、はい、準備の方はよろしいでしょうか？バッチリです。バッチリです。あ、自信ありますか？あります。おっとっと、穴次郎くんが首を振ってますけれども。では早速、はい、高校の先生、はい、お願いします。いきまーす。おーっと、すごい入った。穴次郎敗北の表情。これはどう見ても先生の勝ちですね。やったー。すごい、すごい入ったね。はい、穴次郎さん、これ負けを認めるということでよろしいでしょうか？はい、はい、いい顔。いや、それしかないでしょうよ、だってこんな入ったんだって。いや、すごい。これ待って、なんで、なんでこんな入ったの？これはどういう原理でこんなに入ったんですか？不正じゃないですか、これ。いや、不正じゃないですよ。なんなら不正じゃないですよ。すごい、ちゃんと一息でこんなに差がね。これなんで、なんでこんなになったの？これは私、入れ方を工夫しました。これはどういう原理でこんなに空気が入ったのかな？それはね、長い袋の入り口から息を吹き込むと、大気中の空気が息の空気の流れとともに袋の中に吸い込まれ、すぐに膨らみました。なるほど、そういう原理であんなに空気が入ったのね。はい。あー、先生圧勝でした。勝ったね。おめでとうございます。やったー。睨まない、睨まない。なるほど、先生、じゃあ勝ったということで、はい、最初に言ってた穴次郎お兄ちゃんの罰ゲームいかがいたしましょう？あ、そうだ、はい、どうしようかな。どうしましょう。いや、怖いよ。何しようかな。じゃあお姉さん考えとくから、うん、はい、その続きは最近始まった穴彦の部屋で、その様子をご覧いただければなと思います。なるほど。あ、じゃあ先生も来てくれるのね。あ、じゃあ行こうかな。せっかくだから見に来てね。はい、行こうかな。臭いよ。いや、どんだけ臭いんだお前。ねえ、本当に大丈夫、耐えれる？その演技が臭いわ、本当に。大丈夫、もうちゃんとね、罰ゲームを見に行くからね。お願いします。じゃあ先生、その時は。やだー。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。それじゃあまたね。バイバーイ。バイちゃーん。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと、先生に質問ややってほしい実験があったら、ぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。